乙事大将の死により反乱の収束は確実であった。昇の指揮のもと幕府軍は残りの勢力を鎮圧し平和を取り戻した。無限とその仲間は大きな勝利を成し遂げた。影様の隠れ家の情報をもとに江戸へ向かい将軍の指令を待つのである。昇、勝利の一報を聞いて嬉しく思うぞ。幕府軍は反乱を鎮めました。しかし無限やその戦友の名を挙げぬのは恥ずかしきにあります。ああそうだ、無限、たった5人でよくぞこの偉業を成し遂げた。よくやった無限。身に余るお言葉。5人で影様の居場所を見つけ出したのだな。お主の自慢の仲間たちであろう。仰せの通りです。類いまれなる技術を有した優秀な者たちです。拙者へ信頼を置いてくれていることを誇りに思っております。残るは影様のみ。無限がこの一件を終わらせる権限を得たと言えるでしょう。同感だ。多勢で攻めても敵への警戒につながるのみ。この剣をお主に託そう。無限、生きたまま捕らえますか。生死は問わぬ。奴を連れてくればよい。私へ歯向かった者の顔を見ねばならぬ。はあ、必ずやご期待通りに。お前にも礼を言うぞ。意見の相違も時にはあるが、兵を指揮するのにお前ほどの適任者はおらぬだろう。私はただ己が責務を果たすのみです。兄上、そして日本のために。本当に将軍様にお会いしたのよ。すごかったわ。それでこれがそうか。ああ、これでついに敵と面と向かって対峙できる。これが終わったらしばらく一人でいたい。考えなければならんことがあるからな。わかった。よし、皆この大事な任務のために集まってくれて感謝いたす。幕府部隊からの支援はみんな受けたのかしら。いや、他の密偵が獲物を刺激するようなことがあっては困る。この機を逃すわけにはいかないであろう。そうだけれども、あなたに十分な考えがあってのことなのかしら。愛子殿は一緒に来て聡明な指示を出してはくださらぬのか。そんな場所に無限様お一人で行かせられませんわ。今回もみんな一緒よね。その通りだ、ユキ殿。あとは拓磨殿も来てくださるのなら。もちろんじゃよ無限。うん、皆の気持ち、この無限しかと受け取った。ここまで共に戦ってきた。道のりはあと少しである。影様を倒し任務を終えた後も皆の信頼と忠誠心を忘れることはないであろう。乾杯だ。上様と信頼ある仲間へ、影様に終焉を。乾杯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 。拓磨様、何が見えます？飛騨、野営の中心地じゃ。そこに影様もいるはず。どうかよ、みんなも位置についたかしら。どうして愛子さんと拓磨先生は別の方へ。両方から攻めて囲い出して奴を倒すのさ。上様は影様を連れてこいとおっしゃった。
生死を問わず連れて帰るのだ。死体の方がいい。道中で面倒ごとにならんだろう。まず奴を捕らえたらここへ戻し、その勝利とともに森を出る。忍び込んで影を捕まえてバレずに出る。簡単だな。さあ始めよう。待つのって退屈。静かに。猫と鳥、キツネが狩り中よ。いつでも自力で突入する。行かないの？すごく鋭いわ。ネズミのこそこそと、我が刃は忍耐だ。仕事だ。頂戴する。ここできるわね。死ぬにはちょうどいい人だ。任務のためだ。おとりだ。もったいないな。これには誰も抵抗できまい。立ち出せ。物音を打ったのは奴が瓶を持ってったな。何人たりとも生かしておけん。この者たちは誰と敵対してるのか分かっておらんな。隠れていよう。上様のために。あ、面白そう。ワナさん、起きて素敵なメロディー。なんだ？今行くわ。そう、静かにね。私にもらってほしい。準備完了。水のようにも。共に戦うから強くなれる。手裏剣を。いや。そこにいよう。手に入れた。静かに。働かされている。奴隷か。町人だ。捕らえられたか。敵に忠誠を誓ったのだろう。後でどうにかしてやろう。手裏剣術。怠けるな。腰が。音を立てるな。仕掛けがいっぱい。我ながら上出来。静かにして。行くぞ。拙者の役目は明確だ。気づかれないまま。待っても無駄だな。手裏剣が。彼らのところに行きましょう。タクマ様はここから見ていてください。もちろんじゃよ。何か問題でもあるのかね、アイコさん。ひょっとしたらもっと何かあるかもしれないんです。ああ、わかった。用心深く警戒しておくよ。ありがとうございます、タクマ様。いや、待て。起きる。突入する。便利だな。栄光が待っている。向かっている。慎重に進もう。準備いいわよ。楽しいわね。野営の規模は小さいが、しかし防衛にも優れている。この場所、忍びの里みたい。もしそうだったら、俺たちは今頃、織田仏だぜ。音を立てるな。用事隠れの術。
何事も優美に。敵の視野に入らないように終わらせてみせるわ。単なるヘアピンね。しかし全ては価値。しかるべきアリ様。今のは何だ。人生人生優雅な死。優雅な解決法ね。我が命、上様に捧げようぞ。は設置した。数よりも精錬術。いっぱい移動だ、友よ。決めた。油断してはならぬ。外さない。いただくぞ。待っているぞ。愛子殿、よくぞ我らに勝利をもたらしてくれました。こんなに簡単に行くなんて、なんだか嫌な感じがするわ。柔らかいおじき。計画実行。静かな意思表示。そうだね、簡単ね。ゆっくりと。しかし全ては価値。忍耐こそ最強の武器である。しかる。隠れている。なぞなぞかな。人生ヘビ。嫌なサプライズでしょ。人々の選ぶ鳥の声。闇に隠れているのも分かっている。静かに。私も決めたのだ。抜き足、もらうわね。時は近い。ああ、これが良い。任務のためだ。物音を立てずに動こう。上様のために。忍耐だ。仕掛けがいっぱい。機は熟した。人生人生。そうだね。忍耐そこにいるだ。待つのって退屈。ちゃんと動くわね。差し足。メロディー行くわよ。静寂。俺の仕事だ。しかし静かに。全ては価値。はっ。しかるべきだ。誰もいらないんでしょう。我ながら上出来。準備はできておる。人生人生。失敗はせぬ。人々の選ぶ。熟
準備いいわよ。さしあし、今行くわ。全ては渦中。しかるべきアリ様。素敵なメロディー。人生。決めたのだ。今の歌聞こえたぞ。なんてことはない。ゆっくり。我が命、上様に捧げようぞ。なぞなぞかな。メロディー、行くわよ。誰かいるのか。紛らわしい風だ。栄光が待っておるぞ。誰かいるのか。静寂。拙者の役目は明確だ。慎重に進もう。物音を立てずに動こう。失敗はせぬ。しかし、すべては渦中。イエイ、やった。楽しいわね。しかるべきアリス。静けさが私たちの味方よ。ああ、我慢じゃ。うん、よし。何のことはないの。人生。うん、分かったわい。ああ、うん、面白そう。容易じゃ。手元は確かじゃ。決めたのだ。ここ。静かにね。目立たないようにしましょう。幕開けね。密かに。ショーの始まりね。移動中よ。簡単に隠れられるわ。気づかれないまま。ショーの始まりね。密かに。計画実行中。集中だ。猫とこの男が全ての元凶。とても残念だ。みんなの時間を無駄にした。できるわよ。黒装束、影から切り取られたような。何劣らぬ姿だ。象のように動かないね。どうしてだろう。関係ない。今から死んでもらうんだからな。小刀さんはおやすみ。おやすみなさい。しかし、すべては…叱るべきアリ様。
狐が鳥の声、蛇みたいメロディー。行くわよ。人生、人生。こそこそ人々を選ぶ。簡単ね。静かにして。素敵なメロディー。決めたの。ワナさん、起きてね。鳥の声。暗闇に隠れているのは分かっている。バッチリな罠ね。誰もいらないんでしょ。今行くわ。今のは何だ。風か。しかし全ては渦中。くぞ。静かに。叱るべきアリサ。火縄銃が使え。人生。行かないの？簡単ね。楽しいわね。決めたの。待つのって退屈。竜の叫び。時は近い。我ながら超敵。忍耐こそ忍耐最強の武器である。上様のために。任務のためだ。恐ろしい部隠れていよう。時間は無駄にしない。入らないように。優雅な解決法ね。幕開けね。叱るべき。今日は死人が多いわね。移動中よ。終わらせてみせるわ。人生は人生。神道滅却。ああ、これが良い。仕事だ。来たわ。リロード中だ。暗闇に隠れて。忍耐。そこにいるのみだ。散らしちゃいかん。静かにして。ゆっくりと。次は急いで出るのよ。し、静かにね。今だ。罠だ。くそ。やめ。ダメ、下がって。終わりました。影様、老人はそばの坂にいます。影様のおっしゃる通り、奴らは団体でやってきました。影様、あなたは。兄上、お主にこの刀を渡した時のことを覚えている。くだらない。どうして、なぜこのようなことを。私と兄上には意見の食い違いが心底多かったのだ。全てを知っているのは一体何が望みだ。この裏切り者めが。取引だ、無限。龍之介をどこへやったか知りたい。拙者がおとなしく口を割るとでも。まあそうはいかないだろう。大城無限、お主のことはよく知っている。
お主ほど忠誠心の熱い男はそういない。将軍を裏切るくらいなら自ら死を選ぶだろう。だがその兄上への忠誠心とはどれほどのものか。この者たちを犠牲にしても貫けるものか。お主の誇りである友たちが目の前で死ぬのを見たいと申すか。己昇るこの畜生めが。言うことを聞くか。さもなくばこの女が最初の犠牲者だ。好きにしろ。死など恐れるものか。アイコさん、おとなしくしているがよい。さあ無限、決断せよ。好きな方を選ぶがよい。我が名は大城無限、侍だ。侍たる者、我が主君に全てを捧げる。主君を守り、主君のために命を捧ぐ。だが、できぬ。友を死なせることなどできぬ。ダメよ。上様、どうかお許しを。利口な判断だ、無限。誓え。貴様の命、貴様の息子の命に誓え。我が友に手は出さぬと。よかろう、手出しはせぬ。ならば貴様の勝ちだ。言う通りにしよう。それでよい。お主は先に行ってもらう。友は私と共に来てもらう。マサル、奴らを拘束せよ。傷つけぬようにな。わかりました、父上。おい、何をしている。仕事に取りかかれ。